どうやらロシア軍がドニプロ川において、東岸へと撤退中に大打撃を受けたみたいだね。ロシア軍は撤退中もウクライナ軍に怯えていたらしいからね。この撤退は多大な犠牲を払うものになっただろうね。そうだね。さて今回はそんなドニプロ川とか撤退の損害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍のウクライナへの侵攻が始まったのは2022年2月24日以降、ロシア軍の戦死者について、ウクライナ軍が数日ごとに発表しているみたい。とはいえ、この発表はウクライナ側のカウントに過ぎないよね。つまり、情報の信憑性は確実というほどのものではない、と考えてもらいたいね。しかしながら、激しい戦闘が行われた際には極端に増加しており、ある程度の参考にはなると思われるね。ウクライナ軍が数日ごとに発表している戦死者で、ある程度とはどのような参考になるのかな？その発表によると、ウクライナ南部エルソン州で、ドニプロ川のロシア軍を撤退させる命令を発した直前は、その他の時期に比べても極端に多くなっていて、詳細を言うと、10月30日から11月5日までの7日間で、ロシア軍の戦死者はおよそ5200人ほど。さらに長い期間、10月23日から11月12日までの戦死者数は1よろず3000人にも及んでいるんだって。なぜこの時期が明らかに飛躍した戦死者数を叩き出しているのかな。それはひとえに、この時期にハルキウ州において、電撃的な奪還作戦が展開された後であったからだね。実際、この時期は東部戦線も南部戦線も膠着状態。つまりこの奪還作戦により、戦死者数が突出した数字となってしまったわけだね。加えてウクライナ軍の発表によると、ロシア軍が撤退完了を宣言した11月11日、そして11月13日から16日までの間、戦死者は2500人にも達していて、たったの4日間でこれほどの戦死者の数が出た。それの意味するところは、激しい戦闘が行われたことに他ならないよね。確かに、エルソン州のほか、東部ドンバス地方、ドネツク州のバフムート近辺、ルハンシク州など、二国による激戦が繰り広げられている。だがこの方面での激戦は今に始まったことではなく、先の4日間に激しい戦闘があったことは確認されてはいないらしい。最近の前線での戦況についてだけど、ウクライナ軍の情報統制は一部の隙もない状態で、ウクライナ軍がどれほど国土を奪還したのか、それらを推測するには戦死者の数から割り出すしかないみたいだよ。これらの情報から、11月上旬、東部戦線以外の場所で多くのロシア兵が、犠牲になる戦闘が行われていることが予想できて、それこそヘルソン州内であると推測されているのだね。ロシア軍のスロビキン総司令官がショイグ国防相は、エルソン市内とその付近において、補給が万全でないことを認めている。その上で、ドニプロ川西岸地域に部隊を残すことは無駄だとしており、これらの部隊を他の作戦へ投入することを進言したとされていた。だがこれはウクライナ軍の公表している戦死者数が最大になった週の直後なんだって。つまり総司令官が撤退を提案したのは、暴虐から来るものではなく、実際に全滅の危機に瀕していた可能性も否めない。加えて、撤退中においても、完了宣言が出た後においても、ロシア軍の戦死者数は相変わらず多いもの。いかに撤退が厳しいものであったかを物語っているとも言えるのではないだろうかとなっているよ。正規軍の中でも比較的士気が高いとされている空挺部隊や特殊部隊を東岸に撤退させるために、満足に訓練を受けさせてもらえず、士気も低い動員兵の部隊を、盾として使用したのではないか、との意見も見受けられたんだよ。この動員兵というものは、ヘルソン市などに9月21日に発令された、部分的動員令によって招集された新兵部隊のこと、装備も不十分、訓練も満足に受けさせてもらえていない、そんな兵たちを犠牲に、精鋭部隊を撤退させたというわけだね。さらに11日に精鋭部隊が撤退するのを確認するや否や、残された動員兵部隊のことも考えず、ドニプロ川に架かる橋を爆破。これによりウクライナ軍の進撃をしのげたはよいものの、動員兵はウクライナ軍に相当、
だからこその戦死者の増加ではと考えられているらしい。とはいえ、この推測に確実性を与える情報は、今のところ見当たらない。しかしながら、スロビキン総司令官がヘルソン撤退を、プーチン大統領に納得させるためにドネツク州の完全制圧を約束したとの情報がある。ドネツク州にロシア軍の中でも屈指の精鋭を移動させようと考えていた。そう考えると辻褄が合わなくもないよね。ロシア軍は、退却や投降を試みた自軍部隊にも容赦なく攻撃する。事実、そのような役割を果たす部隊が存在しており、それは特戦隊と呼ばれ、常に前線部隊の後方に位置しているようだね。弾薬の支給もなく、銃も満足な手入れさえ行き届いていない。そんなロシア軍の動員兵たちがウクライナ軍に立ち向かう術は、銃剣のみ。前には敵、後ろにも敵の状態で、新兵たちが命を落とすことに、何ら不思議はないね。そう考えると、ウクライナ軍が公表した戦死者数も、あながち間違いではないようにも思えるよね。ドニプロ川西岸からの撤退は、ロシア軍兵士の命を守るための措置であると、スロビキン総司令官もショイグ国防相も、ロシア国内向けに述べている。だがその実、この先の作戦にとって必要な士気の高いベテラン部隊に対する措置に過ぎず、動員兵の命を守るためのものではないだろうとなっているよ。実際、スロビキン総司令官は残虐無慈悲であることに定評のある人物だ。ロシアのアルマゲドン将軍とまで言われている総司令官が、部隊を撤退させたことにも頷けるというものだね。ロシア軍が撤退完了を宣言した11日から17日までの間、伝わってくるニュースはロシア軍による、ウクライナ全土へのミサイル攻撃が激化したニュースや、ポーランドにミサイルが着弾して死者が出てしまったというものばかり。エルソン州において、ドニプロ川東岸にウクライナ軍が渡過したという情報は流れていないらしい。その中でウクライナ軍の南部司令部が15日に明らかにしたのは、ロシア軍が、ドニプロ川東岸より15キロから20キロほど後退したというもの。ロシア軍はウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースなどによる砲撃を避けるため、ドニプロ川の東岸に築いていた防御陣地を放棄したと、南部司令部は発表している。その理由としては、東岸のロシア軍部隊への補給ルートは我が軍の、長射程火力攻撃によって遮断され、補給が停滞していると伝えていたみたいだね。これについては、ロシア軍がドニプロ川を天然の要塞として利用し、ウクライナ軍の進撃を止めようとしたが、再び補給路を遮断されたことにより、撤退を余儀なくされたという噂も広がっているようだね。その他の情報として、ウクライナ軍の一部がすでにドニプロ川を溶かしており、ヘルソン市の対岸にあるオレキシーや、60km 上流にあって水力発電所のダムがある、ノバカホフカやカホフカを奪還したことを、ヘルソン州議会のクラン副議長が述べている。つまりはウクライナ軍が東岸への渡過を進めていることにも考えられるのではないだろうかとなっているよ。加えて、ウクライナ軍参謀本部は、ヘルソン州南部の黒海に面したスカドフスクと、アゾフ海に面しているヘニチェスクに駐屯していたロシア軍部隊が、それぞれクリミア半島に移動したことを15日に発表。このことから、ロシア軍はヘルソン州の維持を諦め、南はクリミア半島防衛のためにヘルソン州との境に、東はザポリージャ州のメリトポリに兵力を集中しているのではないかと見受けられているよ。実際、それを証拠付けるように、クリミア半島北部にあるアルミンスク近郊で、ロシア軍が塹壕を掘っている衛星写真が、アメリカで衛星写真を扱っているプラネットラブズ PBC によって公開されている。ここまで来ると、ウクライナ軍がクリミア半島に進軍するのが先か、ロシア軍がドネツク州を制圧するのが先か、時間の問題となりつつあるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。